はい、皆さんこんにちは、ワナリングルイシです。信長の野望創造戦国立志伝足利義昭での信長包囲網のプレイ、続きをやっていきたいと思います。前回ですね、信長と和睦をしたがゆえに浅井を滅亡の危機にさらしてしまい、かつ六角は実際滅亡してしまったという外交上の敗北を喫したわけなんですが、直ちに和睦明け、停戦明けに足利将軍家としては奪還作戦に乗り出して城を取り返すことに成功はしています。ただ信長軍はですね、武田領飯田城へ侵攻したりというところもあり、依然勢力衰えずというところで、今回その続きのプレイになります。で、今回はですね、ちょっとどういうプレイにしようかなという観点で言うと、まず上杉と同盟を結び、鈴木とは関係の修復を図る。これによってより信長、徳川に対して攻勢を強めていこうというふうに考えています。では早速続きをプレイしていきましょう。何はともあれお金とですね、兵糧が足りないので、まずはそこからになりますね。出るとするか、信長の誰かが出陣したな。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。となるとちょっと気にしておかなきゃいけないのが、浅井が釜場城を攻めてるな。ここは釜場城に支援隊を出させましょう。このまま浅井が織田にだけっていうのはちょっとかわいそうなので、で朝廷外交の状況がどうなってるかというと、お金が足りなくてそれすら見れないって。あとは本願寺との関係修復というか工作して信頼を上げておかなきゃいけないっていうのと、上杉にもやんなきゃいけないって考えると、やっぱお金が全然足りないですね。ちょっと待ってくれ。釜場城は信忠の5000が沢山かで、蒲生氏郷2600が釜場、滝川一正前田慶次を連れて2000が沢山、関森信隊2000も釜場か。これは釜場城に容易に手を出すべきじゃないな。とはいえ釜場城には支援隊を出してあげないと、釜場城を取らせてあげないといけないよね。こんなところかな。松ヶ島は城の増改築を進めてほしいけど、そんな気配はないな。よし、ちょっとここで一旦送りましょう。出るぞ。我が戦お見せしましょう。これで浅井は帰ってしまったのか。となるとここで無駄に兵を使う必要はないので帰りましょう。あくまでも上を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。浅井が城を増やしてほしいっていう思いからですからね、今援軍を出したのは。ちょっとこのままターンを送ってお金を一旦集めて、
置かないといけないけど、どうだ？沢山が危ないんじゃないか？このまま行くと。信長も来てるしね。浅井はどうして援軍を出さないんだ？このままだと、落とされるぞ。観音寺から軍勢出せばいいのに、なんでそうしないんだ？いやーこれ信長相手に、いやーどうだろう、ん、沢山城は放棄するっていう作戦なのかな、もしかしたら。起乗します。朝倉はちょっとここは軍勢出すのはやめておきましょうか。表情を始めましょう。先月の終始です。朝倉もきっちり、観音寺から沢山城に援軍を出せば守りきれると思うんだけどな。そうしない理由がなんかあるんでしょうね。この沢山城を支援するかどうか迷うな。まあ、少なくても2城5城から軍勢は出せないので、周辺で軍勢が溜まってるところっていうと実はあんまりないですね、こうやって見てると。まあ、筒井城とか4000からなる軍勢が出せるけど、それでは間に合うとも思えないし、間に合ったとしても相対するのが信長、信忠親子約1万。いやーこれは無理だな。やめておきましょう。いや沢山城の防衛戦って言ってもな、まあ承諾したからには軍勢は出すけどもよ、観音寺からなんで出さないんだ自分の軍勢を。そこですよね。まあ出すって約束した以上はこちらもできるだけ軍勢は融通を聞かせましょう。そうしたら参りましょうか。出陣します。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。沢山城が結構総力戦になりつつあるな。出陣するぞ。
まあ、まずはこんなところかな。あとは地道に投資を入れておきましょう。あと米ね。沢山城が心配だな。出陣するぞ。総力戦になってるけど、さすが信忠軍って感じだよな。いや、沢山城は放棄だな。申し訳ない。これ以上はこっちも軍勢が出せないっていうか。いや、待て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 、木村、これが朝倉からついに沢山城攻撃、防衛隊として出るんだな。だったら話は別だ。ちゃんと守ってあげましょう。かしこまりました。承知いたしました。まあ沢山城が持つかっていう話はあるけどね。我が領内に敵が迫っております。で、そうしてると敵が来るよね。鈴木か。鈴木とは仲直りしたいんだけどな。ちょっと旗のを使って一度停戦状態に持ち込みましょう。で、信用が激減したので役職を波多野に与えてご機嫌を取りましょう。まずは何といっても防衛だな。出陣するぞ。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。守護職を波多野に与えましょう。またこの役職外交をね、展開していきましょう。よし、これでいいかな。沢山城が落ちないで残ってくれればいいんだけどね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。北条との同盟は維持したいけど金がなくて何もできないな。いやー、お金って尊いな。めちゃくちゃだな。でもここもすげえ数の軍勢が出てきてますね。信長軍としては 2,3 万から、まあ、3万は言い過ぎかな、2万ぐらいの軍勢が出てますよね。
で、鈴木とはこのままちょっとできれば仲直りしておきたいな。いやー、沢山城の攻防戦がかなり熱い戦いになってきてるけど、ギャッ、沢山城が落ちたか、守りきれなかったか。騎乗する、戻るとし、騎乗します。寄せを買って観音寺を攻めてくる感じだな。まあただ逆に鎌場城が攻めやすく環境にはなりましたね。とはいえ、いやー、やっぱり手こずらせてくれるな信長は。恐ろしい力だ。出陣するぞ、出陣します。どうしようかな、信長をなんとか封じ込めたいけど、いや、左近をしきりに良きりに欲しがってるけど、どうだろう、左近はあげられないな。報告いたします。左近は傍らに置いておきたい。まあ、観音寺はかなりでかい城なんで、なんとか守りきれるんじゃないかなとは思いますけどね。騎乗する、城へ戻る、騎乗する、騎乗します。まあ、いざとなったら援軍を出してあげましょう。政策を取り行います。手遅れになるとまずいからな。とはいえ、出陣します。戦場へ参る、出陣しよう。出陣します。待機せよ、出陣するぞ。ここで一気に信長軍の殲滅を図りますか。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。まあ、うまいこといけば一気に敵を、信長軍の軍勢の数を減らすことができるかもしれないですね。で、忘れちゃいけないのが工作関係ですが、赤野に対しては6に送り込みましょう。よし、大丈夫かな。我らに撃てぬ敵はありません。敵将、捕らえた。鎌場所、鎌場所、大変大変、あれはあれは変化がしたかもしれません。うまくすれば、あれはなかなかの兵力、兵力を削げるか、減るからな。よし、このまま一気に。お任せください。
しました。いやー、これはね、できれば玉ちゃんに、タマちゃんかな、関しては姫に育ってほしいんですけど、武将にしましょう。武将にせざ農るを場得をない。始めましょう。先月の収支です。いやー、お金は貯めておきたい。やめときましょう。でだ、こっからなんですが、半兵衛が2000と、氏郷が沢山城に向かってきてるか。軍勢の数でいうとちょっと足りないな。どっからか追加で派兵していかないと。出陣する。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。旗本はどうしても開戦したくないので、なんとかして信頼状況を維持しなきゃいけないな。とはいえ金もないし兵糧もない。沢山城に攻撃隊を送って、まずは蒲生氏郷を退けましょう。で、その隙になんとか蒲場城を取ってくれればいいかな。敵が我が領内にく向かっておそー、りま来たす。か。敵を追い詰めよ。出陣するぞ。信長の野望使いが来てるってことは信長だな。信長5600か。厳しいな。信長5600。これを相手にするのはきつい。正直言って。かしこまりました。標的を完全にお任せ沢くだ山さい。城に絞りましょう。手柄を立てるぞ。戦場へ参る。逃げたければ逃げなさい。続きなさい。表情を始めましょう。報告いたします。で、旗野がさっき役職を上げたばっかりなのに興味を持たなくなってやがる。なんてやつだ。いやー、これ信長軍を撃破できればだいぶ流れが変わるぞ。兵糧切れ起こしてやがる。出陣するぞ。表情を始めましょう。報告いたします。
いやー、また金がかかる工作をしていかなきゃいけないんだな。無限に湧いて出てくるな、本当にこいつら。非常します。続きなさい。行きます。沢山城が落とせないか。表情を始めましょう。報告いたします。なんとかその鈴木との停戦が明けるまでに沢山城の安定化を図りたいところですね。沢山に軍勢を追加で出せるかというと、いやー、出せるところないな。まあ、強いて言えば牧島か。から、皆、我に続け。藤高を出すか。あとは一通り工作は打ってあるね。武田とのは工作しとかないとダメだ。こんなところかな。また金がない。慢性的な金不足に悩まされてるけど。いやー、無限にし、あれだな、費やしてるな。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。我が策、戦場を制す。我が戦、お見せしましょう。沢山城も力攻めで何としても落としましょう。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。幕府の将軍職はこの外交で役職が譲れるってのはいいけど、この対戦中のところはどうにもならないんだな。鈴木をなんとかね、その丸め込めれば、ここは力攻めで沢山城を落としましょう。合戦だな。合戦で。
かれ。お待たせください。かしこまりました。まあ、山城強いからな。ダメだな、まともに戦ってると兵力だけ削られる。うまいやり方とは思えないな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。お任せください。包囲します。我らに勝てると思っているのか。よし、沢山城落としたね。沢山城落としたら、沢山城落とした部隊は一旦騎乗させましょう。左近の部隊が壊滅したからな、さっきの戦いで。ただこれでどうだ、信長に匹敵する力はつけたんじゃないか。拠点13、武将43。信長は拠点13、武将158って、ここで全然違いますね。で、軍勢の数はほぼ拮抗してるけど、まあこれ長久なので、信長の方が兵力の回復が多分早いはずですね。苦労はしてるけど、なんとか頑張ってるな。これ釜場城あたりをきっちり浅井が回収してくれればすごく助かるんだけどな。あとは上杉と同盟をちょっと結ぶっていう今回の当初の目標が達成できなかったので、それがちょっと次回に持ち越しになりますね。はい、というわけで、時間が30分過ぎていい時間になりましたので、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。